し、人類は幻獣に対して対抗する術を有しておりませんでした。ただ勝利のために幻獣は天才と見なし、過ぎることを祈るばかりでした。しかし時代も変わりつつあります。幻獣に立ち向かう力を持ったものが現れ始めた。わずかな希望が見え始めたのです。刻まれた傷が続く。
痛みのない世界。やるな。メデューサ研究の成果よ。はっ、キャストンテン。えい、私すべてを守ります。
you